はい、どうもランラン先生です。さあ、じゃあ今日も元気の友達。はい、はい、じゃあそれでは今日はですね、なんとサッカーのドリブルの技を一つランラン先生から伝授したいと思うので、みんなで練習頑張っていきましょう。いいですか？はい、はい、じゃあそれではなんとどういう技かっていうとね、ドリブルしながらそのままランっていうような形でボールの上に、ね、足の裏でちょっと乗ったらすぐに出すっていう、ね、こういう技を今から、ね、やっていきたいと思うので、やればできる。まずは、ね、このストップエンドランをやるためにはですね、なんとこのボールの上に乗ってから出すことが大事です。でもこの乗るときに大事なのはつま先で乗ってから出す、つま先で乗って出す、ね、かかととか足の裏で乗っちゃうと次おっと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 次ボールを出すのがね難しくなってしまうので、つま先で乗って出す、ね、これがすごい大事なので、まずはこの練習を乗って出す乗って出す乗って出す、できるお友達は苦手な反対の足でも乗って出す乗って出す、そうだね、ちょっと少し上にジャンプしながら乗るとやりやすくなるので、ジャンプしながら乗って出す乗って出す、ね、小さくでいいので乗って出す乗って出すっていう練習をまずは何回かやってみてください。で、それができるようになってきたら、少し長い距離でドリブルをしながらそのままストップエンドランっていう形でね、ここにランラン先生の敵のコーンのスーパーレッドくんがいるので、このコーンのスーパーレッドくんに向かってストップエンドランをやっていきたいと思うので、そのままドリブルして見ててよ、乗ってストップエンドランっていう形で、ね、これをやることによって1回ボールを乗った時に、ね、相手のディフェンスは少し、ね、止まります、ね、止まった時にチャンスでランってやると、これはね相手をねたくさん抜けるので、この練習を頑張ってみてください、ね、これができるようになってきたら両足バージョンもあるので、そのまま両足バージョンは、まあ、右足で乗って左で出す、ね、2つの足でやります、ね、右左、ね、これもタイミングをずらすためにはすごく大事な技なので、みんなこの練習をたくさんやってストップエンドランをマスターして、ね、みんな頑張って練習頑張っていきましょう。じゃあ We can stop music ではなくてストップエンドランをみんな頑張ってください。はい、じゃあそしたらみんなまたね、さようなら、ランラン。